砂ナ区は、香港の18の行政区画のうちの一つであり、深海に位置する9つの地区のうちの一つである。砂ナ大河湖、馬倉山、河炭、小歴源のほか、香港中文大学が位置する、馬漁水などの地域を含む、地区の人口は香港で最も多い。2001年の国勢調査によると、48の村に、居住する約2万7千人の深海原居民が、 人口に含まれている。砂田ニュータウンサデン区の市街地はもともと、砂田海と縄文川の両岸に位置する大井、大囲い加畔、野木、石門、省歴源、窓か島各、旧原山、馬良水などを含む埋め立て地で構成されていた。現在では、馬倉山やカラス経済も拡大している。砂田ニュータウンは、海を埋め立てる形で形成されており、 両側から埋め立てが行われた結果、現在では湾の中央部にあった比較的深い部分が縄文川の延長として残っている。砂田区は香港で初めて都市計画の概念を持ち込んだ地区として知られる。ニュータウンは縄文川から山の中原まで南西から北東方向に向かって開発された。東鉄線砂殿駅周辺には スナデン市中心が設置され、政府機関、公園、交通ハブ、大型のショッピングモールなどが集積している。1982年のスナデン1983年のスナデン2008年のスナデン香港国際空港を離陸した飛行機から撮影したスナデン田水泉沖地区省歴源、地区7.5ヘクタールある省歴源の工業団地上角川に架か,かる 歴元教上か土川の夜景カラスケイサのビーチサデンクの一帯は古くは歴元と呼ばれていた。これは縄文川を流れる水に由来する地名である。隣接する王北では石器時代から原住民が住んでおり、砂デンクでは馬倉山で新石器時代や青銅器時代の出土物が発見されていることから民の時代以前にはすでに人が定住していたとされる。 かしに位置するため、主に農業が営まれていた。1574年、現在の大河湖一帯に、大河湖村が建設され、城壁で囲まれた村としてはこの地域で最古かつ、最大のものである。その後、城門川沿いの浅瀬であった山下河湖、小滝源、砂田にも村落が形成された。当時、城門川の河口は、現在の四死境付近にあり、その北東は、 砂殿海で窓か島各は砂殿海の中央に浮かぶ小島であった。真の時代には歴元に存在した40以上の村が砂殿旧約を結び共同で治安維持を行うようになった。当時歴元には市場がなかったため最寄りの大北巨まで土歩や小舟で向かわなければならなかった。1898年 キヨシとイギリスは天拓本今回市線上に署名し、砂田も植民地の範囲内に含まれることとなった。この時、イギリス軍は調査団を派遣し、もともと市村に過ぎなかった砂田デン囲を歴元全体の地名と勘違いしたことから、地域の総称として砂田という名称が根付いた。1910年、旧高鉄路が開通し、砂、田村の近くには、 砂田駅が設けられた。それ以来、砂田の地名はだんだんと知名度を上げていったが、反対に、旧来の歴源は忘れられていった。1920年代には、オーストラリア国籍の佳境であった、竜旗聖が、砂ナデ駅周辺の塩田を購入したが、開発は行われなかった。1937年、暴風雨が一帯を襲い、大補では6メートルを超える波が発生した。 海水は、砂田海に流れ込み、湾の両岸の広大な土地が浸水したため、多くの犠牲者を出した。1950年、龍のぞみせの息子が、砂田駅周辺の大きな農地に砂田橋を建設し、1956年に、完成した。面積は15万平方フィートにも及び、ローストした鳥やおかゆで知られるようになった。しかし、1962年に、 再び台風ワンダが香港を襲い、砂田デと近くにあった軍用の砂田に飛行場が被害を受け犠牲者が出た。香港の人口増加に対応するため、1960年、香港政府は砂田を衛星都市として開発することを決め、翌1961年に最初の都市計画を策定した。当初は大堀民府の下で計画が進められていたが、 その後、砂リミ民府として独立することとなった。しかし、ニュータウン計画が正式に開始されたのは、先住民の村やスナデン飛行場が撤去された1973年のことであり、スナデン海と縄文川の両岸で大規模な開発プロジェクトが実施された。1979年、スナデン居で火災が発生し、廃墟と化してしまったため、香港政府は、スナデン、 ニュータウン建設のために砂電デを取り壊した。1980年代、政府は当初の計画の規模を36万人が収容できる計画へと拡大することを決定し、砂電区は馬倉山を含む現在の規模となった。1981年4月には砂電区議会が設立されている。砂電区は主にニュータウンを中心とする住宅地となっており、 香港で最も人口が多い。現在の人口はおよそ64万人であるが、最終的には70万人が収容できるよう計画されている。人口のおよそ65%が縄文川から両岸の山の中原にかけて平坦な場所に主に分布する公営住宅に居住する。また、ニュータウンの境界付近には現居民のクラス48の村があり、 ここに2万9000人が居住する。砂田区の開発に際して、香港住宅委員会は1970年に公営住宅の建設計画を策定した。最初に完成したのは、港鉄砂田駅近くにある歴元村であり、1976年に7棟の長方形集合住宅が置かれた。2番目の野木村は1979年に完成。現在では、 砂田最大の人口を抱えている。また、水泉、沖村は砂田最大の個数を持つ。現在、砂田には、香港住宅委員会の賃貸型公営住宅が22棟、香港住宅協会のものが一等存在する。香港住宅委員会は、公営住宅と同時に公的分譲住宅も建設した。河畔の中原に位置する、ミノルの議員は、砂田で、 最初の公的分譲住宅であり、1983年に完成した。また、民間による、区内最初の公的分譲住宅団地は、海復花園で、1985年に入居開始した。馬倉山、カラスケー砂には、香港最大の民間住宅であると見たから花園があり、総庫数は4200個である。現在、砂田には、 公的分譲住宅として、18の公営住宅と7の民間住宅が存在する。多くの公営住宅が建設される中、大型の民間住宅として、1981年に砂田第1条が完成した。区内には他にも、銀器花像の春景園、春慶園、新工場、不豪花園、名城といった大型の民間住宅が存在する。 ハイカ村砂田には現居民の住む村が48存在し約2万9000人が居住する。砂田の村同士の協力を促進することを目的として砂田旧約という組織が作られている。この中で大がこい村は最も古く1547年に設立された。ここでは伊という姓が多く彼らは関心の子孫だとも言われている。タコロ村も 秋を末期に建てられた小村の一つである。第二次世界大戦後、砂電急役の業務を取り行う砂田合校所が設立された。1978年には砂田合こと委員会に改名され、現在は早たに事務所を置き、合議局のメンバーにもなっている。幹線道路、ありがとうございます。